わらわにとって普遍も一種の美、はあ、じゃが俗世とはいつまでも変わらぬまま続くものではない。つなぎましょう。ご助力を。逃げ道はあります。十言律令。この道はもう長いこと誰も通ってなかったみたいね。そうだな。奥に行けば行くほど思ってたよりもずっと広いのがわかるよ。あれ、この先に何か変なものがあるぞ。行ってみようぜ。
行こい。見習いレンジャー参上。水の球体だぞ。触るとどんな感じなの？ねえねえ、触ってもいい？ひひ、これだけ大きければ中に入れそうだな。ふい、怖いぞ。なんで急に脅かすんだよ。とりあえずは触らない方がいいと思うわ。この場所についてまだ詳しく分かってないんだから。でも何もしないでいたら何も起こりっこないじゃないか。ほう、これは瓶の魔境を維持するコアなのかもしれないな。ひとたび起動すればこの空間は元の瓶の大きさに戻り、閉じ込められた俺たちは。わかったわかった、触らない、触らなきゃいいんだろ。グアイアお兄ちゃん、その話本当なの？もちろん本当なんかじゃないさ、クレイ。秘境のコアはきっとすごく大事な場所に隠されているに違いない。例えばあそことかな。うーい、体がすくんで、今の今まであの大きな丸いやつに気づかなかった。誰？そこにいるのは。丸い水の化け物だ。本当に化け物が出た。でも敵意はなさそうだな。それどころか私たちを見て喜んでるように見えないか。本当に？オイラをパックリ飲み込んだりしないか？お腹が空いてるわけじゃないみたい。そうだよね、しずくちゃん。
やれやれ、しずくちゃんの言葉は難しいな。あ、行かないで、待って。止まった？もしかして私たちの言葉がわかるのか？わかった。この子、きっと案内してくれてるんだ。町の猫ちゃんみたいに。町の猫ちゃん？モンド城を歩いていると、たまに道端で猫と出会えるだろう。お前が歩けば、そいつも歩き出す。好奇心に任せて、ずっとその後をついていけば、たどり着く先は…その通りだ。後について行ってみよう。何か面白いもんが見つかるかもな。
りなさい。じゃあ、行くよ。イエッ。これもまた一興です。これもまた一興です。あ
これもまた一興です。それに石の壁も。この装置、さっき見た大きな水の球体とちょっと似てる。ここに連れてきたのは私たちに何かしてほしいってことなのか。あれ、しずくちゃんのお友達中に閉じ込められてるの？悲しまないで、しずくちゃん。クレイたちが絶対助けてあげるから。そうだぞ。でもどうするんだ。まさか石の壁を壊せってことか。ううん、石の壁は壊せないんだって。扉を開く鍵はないか。しずくちゃんが消えた。でも代わりに装置が光り始めたわ。ほら、あそこの壁に何かが投影されてる。平面空間に同じ構造の図形がいくつか重なっている。さあ、あの子のお友達はその向こうにいるんだよ。でもどうしたら壁の模様に入れるっていうの。しずくちゃんと同じ方法を使うとか。ねえ、抽象的だな。いや、クレイの言う通りだ。しずきちゃんが鍵として仕掛けを起動してくれたから、後に続く俺たちは装置に触れるだけで中に入れるはずだ。俺たちがこの秘境に入った時と同じさ。そうか。よし、それじゃあみんな心の準備をしろよ。うわ、あれ、この道は箱に塞がれちゃってるな。あ、まさか外にあるこの箱の。石壁の方の箱も一緒に動いたぞ。あ、もう一人のしずくちゃんが中から出てきた。まで真っ平らだったのに、壁から出てきた途端まん丸になったな。しずくちゃんの友達もやっぱりしずくちゃんだな。二人とも嬉しそうなところまで一緒なんだな。なあ、しずくちゃん2号が行っちゃった。ありがとう。栄誉騎士のお姉ちゃんのおかげで助かったって。さっきは旅人もあの平面空間に入っていたわよね。気分はどう？確かに何ともなさそうだな。ならよかったわ。やっぱりエウルアってなんやかんやで気にかけてくれるよな。それに比べてガイア、お前は提案した張本人のくせに。
俺は旅人なら大丈夫だと確信していたからこそ提案したんだぜ。しずくちゃん、ここにはあなたとそのお友達以外に他にも住んでる人がいる？ほら、クレイやお兄ちゃん、お姉ちゃんたちみたいな人。また行っちゃったぞ。でもいい知らせがありそうだな。よし、私たちもついて行ってみよう。なんだかこの先には小さな町があるみたいだ。まさかこの秘境の中にはたくさんの住民が住んでるのか？砂漠のおばちゃんも中にいる？調整終わり。
幸運を大切に。イリアさん、おそらく今が最も危険な時です。躊躇する余地はありません。この数日状況は悪化する一方なのです。あなたも分かっているのでしょう。だとしても、ここの主であるあなたがこの状況に甘んじていていいのですか。私別にここの主ってわけじゃ。あれ、なんか一つは聞き覚えのある声だよな。もしこの後に秘境に入ってきた人がここの今にも崩れそうな様子を目にすれば、きっとここは放棄された場所なのだと誤解してしまいます。別の角度から考えてみましょう。もし秘境を完璧な状態に保てたら、ここに足を踏み入れた人々は素晴らしい景色を目にすることでしょう。砂漠の真ん中にいるはずなのに、美しくて不思議な風景を見ることができたと、きっと感動してくれるはずです。ふぅ、クーシさん、おっしゃる通りです。でもここまで来たら思い切って苦境を突破しましょう。最も大事なのは心残りと後悔を残さないことですよ。うわ、そりゃ進んで心残りなんて選ぶ人はいませんから。わかりました。できるだけ逃げないように頑張ります。でもここから巻き返すなら。ヒヒ、オイラはもうわかったぞ。栄誉騎士のお姉ちゃんが違うところで知り合ったいいお姉ちゃん、巫女さん。巫女と魔女ってどんな関係？あなた、どうしてここに？あれ？そっちは新しく入ってきた旅の人たちですか？こんにちは。ここはベルーリア・ミラージュで、私は神教の管理人のイディアです。こんなに荒れたところお見せしちゃってすみません。これからは全力で問題を解決していきますので、多分。皆さんこんにちは。私は。大丈夫、私がまとめて紹介してあげます。まずは挨拶した方がいいかと思ったのですが。でもまあ、お願いしてしまいましょうか。こっちはあなたたちと同じくここを訪れた旅の人で、立派な軍師なんです。あなたたち、稲妻の陰陽寮って聞いたことあります？陰陽？何なんだ陰陽寮？それは
厳しい陰陽術を訓練するための学校。学級を高、乙、へ、低の4つのレベルに分けて、試験の得点によって式神の力を配分するんです。ちょっと待ってください。この方こそ学校史上まれに見る卒業試合で低学級を率いて高学級に打ち勝った伝説的な人物、人呼んで軍師。そうでしょ、軍師さん。あれ、軍師さん。ん、学校史上まれに見る低学、さっき栄誉騎士のお姉ちゃんが言ってたのと違うね。巫女さんだって話は？これってバラされて修羅場ってやつ？それか、もしかして外で偽名を使ってたら知り合いにばったり会っちゃったとか。ちょっと恥ずかしいような、でもすごいような。やっぱり肩書きっていうのは他の人から聞くのが一番かっこいいのかな。周りに溶け込むために私も自分に肩書きをつけた方がいいのか。うん、軍師というのはあくまで他の方からいただいた賛美に過ぎません。私は三五宮ここみと申します。あれれ、おっと、失礼しました、軍師さん。三五宮さんって呼ぶべきだったかな。構いません、名前など所詮私の存在を言い表すための呼び方でしかありませんから、お好きなように呼んでいただければ。くれ、わかったよ、ママが聞かせてくれたお話と一緒だ。あのね、教えてあげる。物語には瓶の国に入って冒険する人がたくさんいたの。王様って呼ばれる人も騎士って呼ばれる人も。